料理研究家、リュウジ氏。さっき訪れた焼肉屋さん。美味しかったんだけど、店長がバイトを怒鳴る声。そっから肉の味覚えてない、二教官の声。内容はこちら。料理研究家、リュウジ氏の発言に教官の声が起きているようです。では、内容を見てみましょう。リュウジ、料理のお兄さんバズレシピ。さっき訪れた焼肉屋さん。肉の質が良くてとっても美味しかったんだけど、店長らしき人がバイトらしき人をホールまで聞こえるくらい怒ってて、そっから肉の味覚えてない。飲食店は食事だけでなくお店の雰囲気も食べさせるものだと思う。怒るにしても聞こえないとこで怒らないと、せっかくの料理がかわいそうです。これに関して、うちは従業員の管理を徹底してますというアピールのために良かれとやってる店もあるとかいう情報に震えてます。その発想は全くなかった。今昭和じゃなくて令和ですよ。確かにお店の雰囲気は大事ですよね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。怒鳴って叱ってるのが聞こえるとこっちまでビクって縮こまるし、その後の気分最悪になるのでやめてほしいですよね。せっかく美味しいものでもそういう怒号とか聞こえちゃうと一気に美味しくなくなりますよね。人の心理上、食事中に怒号が聞こえると早く店から出たくなりますよね。次はこちら。飲食店でバイトをしていた時にまさにそんな感じで怒られ、後でお客さんに気にしないで頑張りなさいねとフォローされたことがあります。聞かれた方も聞かされた方も気まずいですよね。同じく体験を流行っていたラーメン屋で体験しました。二度と行かなかったです。支店を出したりしてましたが潰れましたね。そういう店はそのうち潰れるだけだと思います。次はこちら。ガストでバイトした時、店長にこんな風に怒られてたら、後日本社にクレームのお手紙が届いたそうで、店長が不気味に柔らかくなった一瞬がありました。飲食店だけでなく、全接客業の方は気をつけた方がいいですね。お客様が見て聞いてますから。お客さんは見てるんですよね。最後はこちら。美味しいお寿司屋さんがあったんですが、カウンターの向こう、つまりお客さんの前でマスターが部下を怒鳴ってて、それからその店へは行かなくなりました。せっかく美味しく食べる場なんですから。聞かされたお客は不快になるし、怒鳴られても大体人は成長しないし、作った料理の評価も下がるしで、いいこと一つもない。どの職業でもお客さんがいる前での部下への怒号や叱責はご法度だと思います。結論。飲食店でいくら美味しい料理を出されても、店内で怒号が飛び交ったりピリついてるのでは、美味しい料理も美味しくなくなります。やはり飲食店は落ち着いた雰囲気や心が和むような雰囲気でないと、お客さんも楽しく食事ができませんからね。今回のリュウジ氏の指摘はごもっともだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。